YouTube どうも、つよぽんさんです。前回ね、アップストアに行くって言ったんですけど、ちょっと天候も悪かったんでね、後日改めてということで、本日開始しようと思います。でね、7階にあるって言うんですけど、今自分は階段1階上がった先で2階にいますね。トレーニングしてるって自分で言ってるだけなんで、だけなんだ、すれ違う方みんなに不審者みたいに見られています。とりあえずその筋トレをしてるんでね、エレベーターを使わず、エスカレーターを使わず階段で行こうと思います。では行きましょう。はい、7階に到着しました。はい、早速アップストアだ。お、入り口に早速マックス村井の T シャツが売ってますね。ちょっと欲しいかもしれないな、これ。よし、その T シャツの飾ってある下にはパズドラグッズがいっぱい売ってますね。パズドラ、自分機種変失敗してデータ引き継げなかったんで、多分もうやらないかもしれないんですけど、まあいいですね。マックス村井の美味しいサイダー、いいですね。こんなのも出てるんですね。とマックス村井、村井友武を語る、この本も後で買っていこうと思います。色紙もありますね。サイン入り色紙。池袋の皆様、マックス村井、いいですね。 iPhone 6 Plus のケースやら何やらが売ってますね。 Android はないの？あるわけないか。やっぱ全体的に iPhone 6推しですね。まあ自分にはちょっと関係ないんで残念ですけども、はい、よいよ、マックス村井人形ですね。ちょっと他のお客様の邪魔になってるかもしれないですが、早々と取って早々と立ち去りましょう。165センチ、やっぱ私よりちょっと低いんですね。170、私よりちょっと低い感じです。なんか本物よりちょっとおじいちゃんっぽい感じしますね。はい、ちょっとフェードアウトちょっと下がってみましょう。まあこんな感じですかね。村井さんめっちゃ見てる、めっちゃ見られてる。これ、簡単なんですけども、これで一応アップストア池袋パルコ店の、紹介を終わりたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録をぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次の動画へお会いしましょう。では、つよぽんさんでした。はい、自宅に帰ってきました。で、本日買ってきたのがですね、じゃん、アップバンクのマグカップとマックス村井の美味しいサイダー2本ですね。と、これが目当てで行ったんですよ。マックス村井、村井友武を語る。この本のレビューは今後ねしていきますので、お楽しみにお願いします。ではまた。ご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思いましたらグッドボタンをお願いします。チャンネル登録がお済みでない方はぜひともチャンネル登録を